東京ディズニーランドのスペースマウンテンは宇宙空間をイメージした屋内型のジェットコースターで、これまで幅広い世代の人に愛されてきました。今日その41年の歴史に一旦幕を閉じることになり、朝早くからたくさんのゲストが詰めかけ思いを馳せました。楽しかった。ディズニー来ると、絶対乗ってた乗り物なんで、やっぱちょっとなくなるって考えるとちょっと寂しいですね。たくさん家族との思い出があるアトラクションだったので、なくなってしまうのは寂しいですね。172回今年スペース乗ってます。もうなんか今日で本当に最後なんだなと思いながら、1983年に、東京ディズニーランドとともに、竣工した、スペースマウンテンですけども、これまでに数多くのゲストの方に夢と希望を与えてきたと思います。体験時間は数分間ととても短いんですけども、そこで得た、たくさんの思い出というのは、非常にこれからも、ゲストの心に残ると思います。パークを運営するオリエンタルランドは、スペースマウンテンを含む周辺のエリアをおよそ560億円をかけてリニューアルする計画で、新しいスペースマウンテンは2027年にオープンする予定です。